本日茂木さんよろしくお願いします。よろしくします。楽しみにしてます。お願いします。本日のテーマなんですけれども、はいはい、仕事のアウトプットを最大化させる遊びがテーマになっておりまして、自分もゴロゴロして動画流して一日が終わってるっていう土日を結構過ごしておりまして、佐野くんそれはね、長年続けてると本当とんでもないことになるよ。これを5年続けちゃうと社会人としてはかなりまずい回路に入っていってるんで。あら、せっかくいい職場でいい仕事してるのにもったいないな。茂木さんが遊びとしてやっていることってどんなことが例えばあるんでしょうか。はい、まあだからもう、いや例えばっていうか、もうそれはもう一つですよ。ランニングしてるんですけど、特に旅ラン、旅ランというこの遊びが僕にとっては最高の、もうこれないとやっぱりダメっていう感じですね。僕あの全国仕事で行くんですけど、どこ行ってもだいたい 1,2 時間走って、それをあの一応 YouTube で動画に上げてるんですけど、僕はもともと底辺 YouTuber でちょっと今笑いすぎだろ。いやご自身でおっしゃるから。僕の登録者数おそらく今5万8000人ぐらいなんだけど、なんだそのうーんっていうリアクション。いやちょっとなんかその微妙なリアクションは、いろんなコンテンツがあるんですけど、その中でも僕の旅ラン動画は一番再生回数が低いと。ただやっぱり遊びとしては旅ランって最高で、僕はね旅ランをみんなに勧めたいです。そもそもどういったものなんですか、旅ランというのは。僕の場合仕事で全国行くんですけど、朝ホテルを出てただその辺りを走るんですけど、これねいろいろいいことがあるんですよ。もちろんランはいいって知ってますよね。だから脳模型出ますよ、出た脳のディフォルトモードネットワークというね、まあ佐野さんも知ってると思うんですけど、この脳全体に。知らないの？ディフォルトモードネットワーク。いやそんな誰でも知ってる単語ではないんですよ。脳がアイドリングした時に活動するネットワークがあるんですけど、休憩中に。そうですそうです。だからランニングしてる間はデジタル見ないじゃない。だからその間にディフォルトモードネットワークが活性化して、これによってね発想ひらめきが生まれるんですよ。僕だから人生で重要なひらめき発想はランニング中に生まれたというね一般的な法則あります。ディフォルトモードネットワークというのは、例えばパソコンであったりスマホを見てる時っていうのは、脳の状態的には機能しないものなんですか。全く機能しません。え、現代人ははっきり言ってひらめきという大きなチャンスを逃してる人が多いんですよ。思い切ってデジタルデトックスして脳がアイドリングすると、このディフォルトモードネットワークが活性化するわけで、だから僕にとっては旅ランというのは最高のディフォルトモードネットワーク活性化の機会なんですよ。なるほど。だから俺はひらめいてんだな。これはね僕の人生における最大の発明と言っていいでしょうね。でこれちょっと皆さんに注意なんですけど、旅ランしてて例えば名古屋城とかね、入場券買って入ることあるんですよ。旅ラン中にランナーが名古屋城来てるよって思われるの嫌じゃないですかはい。だからその時には観光客なんですけど、たまたまこの格好してるだけですみたいな感じで切り替えて入っていただくとバレないと思います。僕はランナーじゃない、たまたま何ですかその自意識なんかこう休日も仕事につながるようなことをしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、どっか仕事を意識しながら休んでたりするんですけど、そういう状態っていうのはなんか脳的にはあんま良くなかったりするんですか。休むことって休んでることになんないんですよ。ん、そうですよね、ふんと思いますよね。感覚遮断の状態ってのがあって、感覚遮断って昔だとアイソレーションタンクって言って、あの自分の体重と同じ密度で温度のものに入ってこうやってね休もうって思うと、脳って完全に妄想を始めちゃうんですよ。あのいろいろ幻覚を見たりとか。佐野さんさ、宇宙空間にいることを想像してくださいよ。何も情報入ってこないですよね。暗い闇がある、音も聞こえない。リラックスできると思います？いつもと違いすぎてリラックスできないかも。だから実は脳を休めるためには完全に情報をシャットアウトしちゃうのは実は良くなくて、だから適度な情報が流れてる方がいいということが知られてるんですね。で旅ランはまさに適度な情報が流れていくわけですよ。視覚情報、聴覚情報、そういう状態の方が脳は安心して休める。チームラボのイノコなんかもな、いやーこれからはサウナですよとか言って、なんかサウナ入ってからアート作品見るといいですよみたいなこと言ってるだろ。俺はイノコに言いたい、サウナも整うけど旅ランはもっと整うよと。本当ですか。本当です。俺に合わせるとサウナいいけど、サウナって今言われてるけど旅な、違うな、旅ランな名称決まってないじゃないですかうるさいわ脳も体も旅ランをすると整います。休み
っていうとスイッチのオンオフで平日すごく頑張った分思いっきり力を抜いた方がいいんじゃないかっていうふうに自分は思ってたんですよ。こたつでぐたーってしてネットフリックス流してぼーっと眺めてもう何も考えないみたいな感じで疲れを取ろうとしてたんですけど、その状態は実は仕事してる環境に似てますよね。座ってデジタル情報を得てるわけだから仕事と変わんないでしょ。だから脳にとっての休息というのはですね、普段の仕事とは全く違うモードにすることなんですよ。どっちかというとアウトドアで体を動かして情報を見ない方がいいし、おそらく多くのビジネスパーソンにとってはネットフリックス見るってのは仕事でしょ。例えばだってさ、ネットフリックスでいいコンテンツ見てないと時代の動き把握できないから仕事だよ。だからそういうものとは全く違う普段のデジタル生活と真逆のことをやるのが最高の遊びで、そういうことを知ってしまった今はもう旅ランという遊びなしでは俺の人生はないなっていうぐらい。これね、とっても大事なポイントです。僕はどんなに忙しい方でも2つのことは絶対にキープしていただきたいっていつもお願いしてるんですよ、脳科学者の立場から。1つ目がだからエクササイズ、運動なんですよね。もう1個が睡眠。分かりやすく言うと寝てる間に脳はそのいろんな情報の整理とか老廃物を洗い流したりとか、眠ってる時以外はマックス活動し続けて OK なんですよ脳は。むしろその方がいいぐらい。僕ずっと旅ランやってて朝から晩までずっと仕事してるんですけど、よくね僕は言われて不思議な思うのは、仕事とかで現場行くと茂木さんお疲れじゃないですかっていう、いや俺全然疲れることないからって、あそうか、そこで普通の人は脳が疲れるってことがあると思ってんだって不思議に逆に思うけど、うまくモードを変えて活動を続けていくというノウハウさえ覚えれば脳は疲れないんですよ。だから脳にとって唯一必要な休息は眠ること、あとはいろいろアクティブにやっていっていただきたいなと。佐野さんみたいに休日は寝なくちゃいけないっていうのはどうもなんかね、話聞いてるとね、月曜日からの仕事のために準備運動が必要だみたいなね発想のように聞こえるんだけど、それはいらないんだよ。大林信彦さんっていう監督さんがいらしてですね、人生にリハーサルはない、常に本番だとおっしゃってたんですよ。脳は休めなくちゃいけないっていうのはなんかリハーサルと本番があるみたいな発想に近いんですよね、俺に言わせると。なんかそので仕事が本番で家にいる時も休日も本番、切れ目なく本番、その方が休まる、その方が休まる。この秘密を掴んだ人はね、人生で多くの黄金を手に入れるでしょうね。経済的なことだけじゃなくて、いろんなかけがえのない宝物をたくさん得るんじゃないかなと思いますけどね。すっごい多分勘違いしてたと思いますし、準備運動として休日を使っちゃってる、そういう人の方が多いですよね。まあ、特に佐野くんが勘違いしてた。そうですね、ごめんなさい、そうですね、なんかみんな巻き込んじゃったけど佐野くんでしたね。いやいや、今日はいっぱい教えていただいてありがとうございます。ありがとうございました。CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。